純烈の酒井和義です。白川雄二郎です。後上翔太です。岩永博明です。おお、これあれだよ、あの前々回、パイロットの衣装着させてもらったりして、ですよね、その時の衣装を僕が着させてもらった。あら、そうだ、この今度ネクタイも確かに、そうだよ、だから僕だけあの作ってもらえてないんだよ。いや、そういうことじゃない、あの時の出来が素晴らしかった。そんなこと言ったらもう俺自前の持ってきたよ。嘘つけ、絶対違う。パツパツじゃないの、本当に。しょうがねえだろ、お前野球やってるんですか、普段。また戻っちまったんだよ。何が？あの感動の新歌舞伎座でやった今年の1月の千秋楽、94キロフィニッシュ。かっこよかったよ、あの時ね。今はこれしてて何ヶ月経ちましたかね。約半年、はい、104キロ。おめでとうございます。リバウンド、ね、おめでとうございます。なんかやっぱりこれがぶっかぶかになっちゃうんですよ、千秋楽になると。やっぱあれですよね。でましてや今回は明治座やった後、新歌舞伎座行きますんで、まあ、約2ヶ月ぐらいありますよ。これはもうとんでもないですよ。もう多分見えないんじゃないかな、細くなりすぎて見えなくなってる。なるほどね。まあ、こうご期待ですけどね、それはね。ぜひすごいですね。お前何やろ、その太陽に吠えろみたいな。で、僕はあれですよ、1950年代、60年代になっちゃうのかな、あのスタンドバイミーの若き日のリバーフェイク。かっこいいよね。ロッキー、ロッキーやろ、それ。なあ。おら、仕上がってるもん。お前、今もう、いいな、太陽にホイールやってたら、絶対抜擢されてたよ。さあ、確かに。一番でかね。すごいな。お前、何や、お前、誰や。一番。これはちょっとね、最初、皆さんの秘密をちょっと知っちゃうみたいなことで、ちょっとこう、まあ、探偵じゃないけど、こう、謎を追い求めてみたいな動きをするか、そういうイメージなんですか。はい、私の前はね、小田井さん、だからもう今日初めて衣装着て撮影なんで、でも全然違うやろな、またそうですね、開けてみたら、ね、またちょっと全然違うよ。もうだって前回は多分リーダーだけがちょっとストライプのなんかするな、いや、めっちゃポスターとかパンフレット2ヒールな、かっこいい、なんかだって葉巻き加えてなんかどうせまたあれやろ、カツラかぶせんねやろ俺に。あ、でもさっき帽子かぶってなかった。いやだから帽子もなんかわからんどんな帽子、大丈夫ですか、帽子入りますか。いやだからほんまもうあのパン屋さんみたいな帽子がいいんですよ。野球やんねえだろ、帽子やんねえだろ、それぐらいね。じゃあまず一人っ子ボーイ、後上さんから聞こうか、お父さんとの思い出。ね、との思い出というよりも父の姿で印象深いのは、もうずっと働いてた。だから本当に俺は朝学校行くから、まあ小学校とかの頃で言ったら7時半とか8時前ぐらいに起きてる時にはうちにいない。で低学年の頃なんかで言ったら10時ぐらいには寝るけど、寝る時はまだ帰ってきてないみたいな。そういうそのだ後ろ姿を見てないんだけど、その父が家に残していく残りがと土日だけ会えるみたいな、そういう印象、ね、土曜日日曜日お父さんが休みの時とかは遊んだりしました、一緒に。でもなんかちょこちょこほらなんか少年野球みたいの行ったり友達遊びに行ったりとかもあるから、でね多分土曜は休日出勤してたイメージ。うちの親父は、はい、ちょっとちっちゃい会社の社長さんをやってたんですよ、はいはいはい、だけどもちょっと仕事がうまくいかなくなっちゃって、基本家にいることが多かったんですよ。でね結構怖いお父さんで、で僕がね例えばね遊んでさ5時とか6時ぐらいですよ、小学生の時に遅く帰ってきたりとかするとね、めちゃくちゃ怒られた、すごい怖い。5時6時でそう5時6時、やっぱもう帰ってこいっていうご飯だよ、そうそうそう、ああなるほど、もう帰ってきなさいみたいなね、勉強しなさいみたいな、結構厳しい。いやだからしつけね、なるほど、そうよ、ね、でも勉強しなかった、そう全然気だから、だからこの話だと言うこと聞かなかった、怖いんだけど、岩永さんはお父さんっつったらな、会ったことないから実際に、ね、だから亡くなった母親のお兄さん、おじさんが父親代わりだったんですけど、いや怒ると怖かったけど基本めちゃくちゃ優しかったですね。で僕もあんま記憶ないんですけど、僕の母の方が早く結婚して子供できてて、まだ幼稚園ぐらいの時にはまだおじさんは子供いなかったんですよ、実の子が。だからもう本当の息子のように可愛がってくれて、でおじさんに子供ができた時、僕はなぜか嫉妬して泊まり行くって言って、その母親と二人暮らしだったのにそのおじさん家に足しげく泊まりに行ってたらしい。なんか取られると思ったんでしょうね。可愛いね。それぐらい、まあ、もう亡くなりましたけど、やっぱそれぐらい昔から大好きな。お父さん。そうですね。そうか。逆にリーダーも4人のお父さんですよ、今現在の。どうなんですか、この我々にとってはリーダーですけど、ご家庭では父です。
時間を守るとか、うん、約束を守るとか、嘘をつかないとか、うん、まあそういうのが基本的には大事だよと、はいはいはい、した上で、うん、それでもズルしてつくとか、うんうんうん、なんかこうね、ごまかしてつくじゃん、うんうんうん、だけど基本的には大事な場面の本当の場面ではそんなのはダメだよっていう感じかな。なるほどな、うん、ね、ちゃんとされてますからね、うん、意外と厳しいお父さんだったりしますからね。そうやね、俺怖い役やね、奥さん優しい役っていうかさ、うん、そうやねんな、どっちかというとそんな感じです。なるほど、はい、僕はもうみんなそうでしょ、やっぱ女子たちの交換日記を勝手に見るタイプ。いやいや、そうなんですよ、全然興味なかった。嘘、全然興味ない。僕はあれですよ、あの中学校1年生の時に隣になった女の子いるじゃないですか、はい、その女の子と交換日記やってました。隣の女の子と、だって僕たちってその当時って携帯もなければポケベルもないじゃないですか、うん、だからそういったことでしか、うん、なんか交換できなかったでしょ、うん、そういうのでね、交換日記やってましたよ。へー、すごい。俺交換日記やってる女子の交換日記を見て、よし、じゃあ一肌脱いでやろうってことで、うん、あ、そのマッチング活用してたマッチング、あ、俺多分日本初のマッチングヒューマン、マッチングヒューマン、なるほどね、ヒューマン、ね、ほんまに結婚したがカップルもおるからね。すごっ、すごいな、結構マッチングしてます。そうです、これはもうこれね、あんまりやってる方としては、うん、なんていうのかな、こうお客さんを楽しませるっていう気分っていうのは変わってないんだけど、うん、確かに。でも多分お客さんから見た純烈っていうのは全然違うな。やる僕らの内容がそんなに変わらなかったとしても、うん、そのやっぱ舞台セットだとか その劇場の豪華さって全然違うから、全然違う。去年の公演でいうとやっぱあの大きいパネル、うん、LED パネルとかがあったので、ね、すごかった、ね、あれすごかったですよね、やっぱりこう、なんていうのかな、照明さんもそうだし、うん、劇場を知り尽くしたスタッフが精魂込めて作る、うん、でもう舞台の細部にわたりだったり、うん、こうなんていうの、盤がこうぐる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 ボンが回ったりした、うんうん、そのステージでまた2部歌うからね、うんうん、だからやっぱりお客様からしたら、うん、一部から見て2部も楽しむっていうのはなんていうの、すっごいエンターテインメントっていうか、うんうん、ちょっとこうアミューズメントパーク的なところがあるようですね。これはっきり言われたのが去年かな、新歌舞伎座終わった後にそうじゃないところのコンサートでお客さんのところラウンドしている時、うん、あの新歌舞伎の時の方が可愛かった、かっこよかったって普通に言われましたから、ね、同じことやって、こっちだとやってやろうぜ、こっちだとあれだよ、そっちの時の方が可愛かったよ、あ、マダムもね、まあ、なんかときめいてたんでしょうね、キラキラしてた、やっぱお互いに高め合える場所ですからね、劇場とはね。あ、遅刻をしないことです、早寝早起きです、健康だね、体調崩さない、嘘つけ、だいたい崩しちゃうパターンの2人、崩せよ、ちょっと、いや、崩れない、ね、崩れない、別に元気、すごいですね、鉄人ですよ、鉄人、鉄人、俺は割と敏感な方、いや、俺も必死、もうホテル取って、もう往復じゃなく、誰ともあんまり会わないっていうか、家族も学校とか通ってるし、子供も多いからさ、そうしょうがないですよ、それでね、風邪とかひいたらえらいことやんか、うん、だからやっぱり劇場公演になるとちょっとこう神経質になる部分もあるかな、うん、大阪いっぱいあるもんね、おいしいもんね、目の前のそこね、うん、ハイハイタウンです、ハイハイタウンすごいね、あれこんなお店ありますからね、あれも香港だよね、もうすごいね、風論城、異国情緒が漂うね、いろんなお店入ってます、そうですね、すごいね、肉屋さんもあればね、ただでもね、いろんなお店あるんですけどね、私と後上さんね、そこで会っちゃうんですよ、お疲れ様っつって、もう別れたはずなのに、そこでまた再び再会してしまう、運命の糸が結ばれてるんですね、まあ、行きつけがある、そこはもうほぼ毎日、餃子の王将です、あら、美味しいですよ、ちなみに僕、中尾にもよく現れてるんですよ、全国どこでも食べれる、そうなのよ、あとはおすすめ、カムイっていうのがおすすめなんです、よろしくお願いします、やめたスキャンダル男の店です、よろしくお願いします、店員さんかっこいいですよね、よろしくお願いします、VV だ、で、観光スポット観光スポット観光僕ら全国今回どっか行こうとかある、公演中とか千秋楽終わって直後、直後、どこ行こうかな、なんかあの恵比寿天神さんとか、あ、苦手、恵比天ね、恵比天じゃない、そんな略し方聞いたことない、美味しそうですけど、恵比天じゃない、美味しそうだけど違う、恵比天、地味はあの、ね、時期が違うからやってないけど、やっぱあの甲子園球場に行って高校野球は見たいかなっていう、
本当あのプロ野球でも言ってたよ、2月だからやってないから、そこやってないよ、そこがちょっとね悔しいなと、まあ、でもやってないから一人行けよ、ないし応援するから外から前を、いやいいよ応援しなくていいです今田さんと僕前回あの小川夏実さんに連れてってもらって人生初の感激したあ、吉本さんに行ったの、いや改めて面白かったから最高だった、多分ね NGK はいいね、最高ですよ、中日とかちょっと行っちゃうかもしれない、うん、リーダーもいや、NGK 行こうって今思った、あ思い出した、ね、あナンバーグランド花月行くわ、やっぱ生で見るの全然違いましたもんね、うん、テレビでしか見ないな、うん、ではまず岩永さんからお願いしましょう、はい、そうですね、先ほども言ったように普通のあのいつも僕らがやってるコンサートであったりライブとは僕らがやることはそんなに変わらないんですけども、一部お芝居があって、でそのお芝居を見た似ててた俳優さんが今度は歌うみたいな感覚で、そのお客様もあなんかいつもよりさっき後上が言ってたみたいにかっこよく見えたとか、そういう風な感覚に陥るのかなっていう風に思いますので、初めて見られる方ももう普段から純烈を見に来られてる方々も改めて東京公演も大阪公演も見に来ていただきたいなというふうに思います。はい、白川さんお願いします。そうですね、来年の2025年1月から約2ヶ月間で、ね、我々純烈公演またやらせていただきますけれども、明治座そして新歌舞伎座、まあ、一部お芝居そして一部コンサートということでございますけれども、そちらももちろん楽しんで、いただければなというふうに思いますが、明治座さんそして新歌舞伎座さんしか手に入らないアイテムであったりとかお土産屋さんなんかもね、ありますので、ぜひですねあのそちらの方も楽しんでいただいて、純烈公演も楽しんでいただいて、2025年、純烈とともに一緒に盛り上がっていただければなというふうに思います。はい、後上さんお願いします。はい、まあ座長公演ということで、うん、お芝居の時間とショーの時間と、まあ、間の休憩とか合わせると大体こう3時間半とか皆様の貴重なお時間いただくことになりますし、まあ、準備だったり劇場まで来る時間はもう本当半日、下手したら丸1日ぐらいね、あの皆様のお時間を拝借することになるということでですね、やっぱりここにいる4人もそうなんですけれども、このカメラの向こう側で今まさに見ていただいているスタッフの皆様ですとか他のキャストの皆様とね、もう多くの人たちが、フルスイングでこの時間を楽しいものにできるようにとね、力振るっていきたいと思っておりますので、ぜひ皆様に見ていただいて一緒にこの楽しい時間を共有していければなと思っておりますので、ぜひ応援よろしくお願いします。もう連日超満員を目指したいと思います。なるほど、はい、力強い。すでに皆さんいろんな、情報を得てくださっていると思いますが、とにかく純烈としてはこの4人体制でフルパワーで連日昼夜頑張らせていただきたいと思っておりますので、特にね寒い時期になっておりますが、とにかくこう熱く、元気よくというのが純烈の取り柄ですので、皆さんぜひ純烈から元気をもらいに来ていただければと思います。ということで、劇場で心よりお待ちしております。よろしくお願いいたします。新歌舞伎座純烈公演は2025年2月6日から17日まで上映します。劇場でお待ちしております。